皆さんこんにちは、ニワトリです。今回も激変のケーキタワーの6階から10階の攻略、そして解説をやっていこうかなと思います。前回の動画で6階がね、難しくてクリアできないよということだったんですが、とある方からのコメントを参考にしたところね、ぴったりね、全く同じように真似たわけではないんですが、そのコメントの内容と自分の持ってるクッキーでできる範囲のことをね、試行錯誤しつつやったところ、割とあっさりクリアすることができましたので、今回はそれの紹介といこうと思います。敵の説明はもう多分いいですね。で、編成はざっくりこんな感じです。前回はタルトタタンであったりとか、前衛にフィナンシェとかコーラル入れてましたが、それ抜きました。その編成だと火力が足りなくて、結局ボスを削り切ることができないのでっていうことで、これにするとねいいよということだったので、これでやってみようと思います。これでね、クリアはできたんで、クリアはできると思うんですけども、細かい説明をね、戦闘前にしてると結構長くなりそうなので、戦闘しながらちょっと説明していこうかなと思います。ただね、これね、クリアできるんですけども、回復のピュアバニラとかパフェのスキルの周りが悪いと、たまにプルーンが死んでしまいます。で、プルーンが死んでしまうと多分クリアできないので、まあそういう時はね、何回も、挑戦し直してやればいいかなと。何を説明すればいいかな。とりあえずピュアバニラとパフェで耐久っていう感じで、残りの3体をアタッカーと、あら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 、はい、時々こういうことになるんですよね。とりあえずこのボスはね、火属性に弱いって書いてあるから、火属性のクッキーに結構注目しがちなんですけども、意外とね、このプルーンの毒のダメージが見てわかる通り、だいぶえげつないダメージをすごい大量に与えてると思うんですよ。これで、まあ、僕で言えばタルトタタンとか入れてたところの火力が足りない部分を、この毒で、プルーンの毒でモリモリ削っていくみたいな感じです。あんまりね、僕もね、自力で見つけたっていう感じではないので、そんなにうまく説明できないんですが、まあなんとなく見ていただいたらわかるよね。お、すごい、こんな感じでね、まあ、うまくプルーンが死なずにクリアすることができれば、こんな感じの流れになるよと。ダメージはね、もうプルーンがダントツで大きいんだよね。ボスがね、火属性に弱いって書いてあるんですけども、多分ね、ライムリとかね、タルトタタン入れてた時よりも、これプルーンがね、一番ダメージ与えてる。なんで、この6階の攻略においては、火属性のクッキー、ウニ味クッキーとかがいたらね、またちょっと違うのかもしれませんが、このプルーンを入れて挑戦してみるっていうのもかなりおすすめかなと思います。で、あとちょっと違うところといえば、宝物、まあ、時計と笛は大体同じような感じなんですが、これ、まあ、結構宝物といえば基本の巻物を入れるような感じのイメージなんですが、ここは別にね、巻物入れなくてもいいらしい。というか多分巻物入れずに、このモノクルを入れないと、多分プルーンとかね、ピュアバニラのね、回復が追いつかなくて、多分死んでしまうのかな。だからこ巻物の方がもしかしたら火力が出るスピードは速いかもしれませんが、耐久がね、ちょっとね、不安というところがあるので、多分このモノクルを入れてるんじゃないかなと思いました。もしかしたらそれも違うかもしれないんですが、もういきなりね、攻略解説とか言っておきながら、だいぶ憶測なところはあるんですけども、まあ、こんな感じでね、クリアすることはお見せできたかなと思いますので、この6階でね、詰まってる方はかなり多いんじゃないかなと思いますので、まあ、もしよかったら試してもらえたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとウニ味クッキーも試したかったけどね、ちょっと手に入ったらね、またウニ味クッキーがどんな感じに戦えるのかっていうのもね、まあ、個人的に見てみたいなと思います。ちょっと最後のトッピング紹介。プルーンは、まあ、毒のスキル、早く回すということでクールタイム入れてますね。まあ、リンツァは死なないようにアーモンドっていう感じで、ピュアバニラ、パフェはスキルを、回復のね、スキルを早く回そうということでクールタイム入れて、ライムギは火力出そうねというとこで、ラズベリー入ってます。こんな感じかな。6階は以上です。もしかしたらこれでクリアできない人も結構いるかもしれない。僕でも結構ギリギリだったんで。まあ、そういう時はね、ちょこちょこ微調整しながら、いろいろ試行錯誤しながら試してみてほしいなと思います。はい、では次は7階ですが、まあ、こんな感じでいろいろ説明が書いてあります。打数シールド。解除されると凶暴化とか、打数シールドを無視できるドットダメージを活用しようということで、多分毒とかね、それいっぱい使ってくださいよっていうことだと思うんですが、なんかね、毒だったら、ちょうどこのめっちゃさっきね、6階で火力出したプルーンもいるし、もしかしたらこのままいけるんじゃねと思ってこのままやったんですよ。そしたらこのままいけました。ということでこのまま挑戦します。
でそのシールドが解除されたらなんか凶暴化するとかいろいろ書いてあったと思うんですけども、まあ、その凶暴化をしたところでこのパフェとピュアバニラがいたらそんなにね、まあ、なんかめっちゃやばそうな感じではないよねとかって言ってる間にもうクリアしちゃいました。なんでこの7回はまたプルーンがかなりの火力を出してるっていう感じですね。7回編成ね、別にこんな感じじゃなくてもいいとは思うんですが、別にこんな感じでもクリアできる程度の難易度です。別にリンツァー外しておすすめのアフォガードとか、毒マッシュとか入れて、さらに毒の火力を出していくっていうのもいいと思うし、耐久も別に問題がないのであれば、どっちか抜いてね、またアタッカー入れてもっと早く倒したりしてとかでもいいと思うし、宝物も別にね、こっちの巻物に変えたりとかしてもいいと思うし、っていうね、そこまで6回があまりにも難しすぎて、この7回がね、別にそんななんか大して難しくないな、何も考えることないなっていう感じのステージです。まあ、プルーン入れておけば、まあまあ勝てるんじゃないかなっていう感じです。はい、では次は8回です。免疫除去&恐怖スキルを持っている、恐怖に対応できるクッキーとデバフ解除効果を活用しようということで、まあなんかね、この説明文見たところと、このおすすめクッキー見たところ、そんなになんかね、考えなくてもね、クリアできるんじゃないかなと思って、このなんと8回もですね、全くこのまま同じ編成で行きましたところ、それで勝てました。なので、ここの8回もね、多分そこまでね、難しく考えなくてもクリアできるような難易度のステージかと思います。全然ポイント説明になってないけども、あと別にね、特に説明することがないぐらい簡単だったというか、ちょいちょい気絶入れてくるからね。それが鬱陶しかったらシュークリームとか入れても良さそうな気はするけど、まあ、こんな感じでね、もうだいぶ時間を残してクリアできる感じでしたので、まあ多分そもそものこのボスがそんなにね強くないんじゃないかなと思います。ということで8回も6回と7回と全く同じ編成でクリアすることができました。では9回です。9回は編成ガラッと変わります。こんな感じですね。で、このボスの特徴としては、ボスの特徴というか、攻略のポイントとしては、このボスをずっと気絶させなければ勝てないみたいなステージです。なので、このボスをずっと気絶させることができるような編成を組んだっていう感じで、その編成がこちらですね。まず前から説明していくと、フランソワは通常攻撃 50% の確率で気絶与えると。約2分の1で相手を1秒気絶させますよと。ワイルドベリーもなんか似たような感じ。ちょっと説明わかりにくいんですけども、普通にアッパーカットとかしてる時にダメージも与えつつ気絶も一瞬与えますよみたいな感じ。で、あとコットン。まあ、コットンは支援の役割も入っているとは思うんですが、まあ、一応 HP 回復とかもしてくれるし、コットンが召喚する羊も敵にぶつかれば1秒間気絶するので、この3体で気絶をどんどん回していこうねっていう感じですね。で、この3体でボスの動きをずっと押さえつつ、このボスは毒属性の攻撃に弱いということなので、毒使いのプルーンとアフォガートを入れて、HP をどんどん削っていくっていう感じですね。で、トッピングとかのポイントとしては、まず宝物、これ入れます。笛ではなくてマントですね。攻撃速度が 90% 増加するってやつ。で、ワイルドベリーとフランソワは通常攻撃みたいなので気絶を与えていくっていう感じなので、だったらその通常攻撃の速度を早めた方がいいよねっていうことでこのマントを入れます。このマントが適用されるクッキーは速度の増加率が高いクッキー2種っていうことなので、トッピングとかビスケットで攻撃の速度をこの2体が一番高いようにしておきます。こんな感じでフランソワとワイルドベリー以外はなんでこのワイルドベリーとフランソワに適用されて通常攻撃の気絶をねより与えやすくなりますよ、より敵の動きを封じることができますよ、できやすいですよっていう状況にしたのがこの編成です。まあ見てみましょうか。ただね、このステージもね、まあ運悪く結局ねフランソワとかも 50% とかそんな感じなので、運よく気絶がね入らないこともある。そうなるとね、危ない危ない、結構ね速攻死んでしまいますので、まあそういう時はね、まあ、何回もやり直せば、いつかはね、成功するかなっていう感じです。僕もこれクリアできる時もあれば、できない時もあるっていう感じなので、まあ、こんな感じでね、敵はずっと気絶してますよね。
こんな感じでずっと気絶させておいて、毒とかでどんどんダメージを与えていくっていう感じです。あっと、これがねきついんだよね。こうなってくると、まあ多分時間、もしかしたら倒せないかな。まあただただ時間がもったいないんでやり直します。でまあイメージとしてはこんな感じかな。敵をずっと止めて HP を削り切る。それができなければこっちが死ぬだけ。ちょこっとね、回復の役割とも言いましたが、まあ、コットン1体ではね、とても耐えられる火力ではないので。まあ、こうやってね、見守って。気絶。木がね、僕、すごい言いにくいんですよ。木、カキクケコの木をすごい苦手。嫌い。こんな感じでずっと気絶してくれることを祈りながら見守るだけです。今、いい感じ。これはそのままクリアできそうかな。あれ、失敗しちゃったね。あれ、クリアだったね。まあクリアするための編成ポイントとしてはそんな感じです。ああ、まあこの辺りね、まあラズベリーとかに変えてもいいかもしれません。火力が足りないっていう場合はラズベリーとかに変えてもいいかもと思います。っていう感じかな。一応、ワイルドベリーはスキルを高回転で回したいっていうことで、クールタイムのトッピングにしました。コットもそうだね、スキル早く回したいからっていうことでクールタイムしました。まあ、この辺は適当かな。これはまあ6階のやつをそのまま使ってるだけだし、まあ、これは特に意味ない。なんかよくわかんないけど、クールタイムのままになってたので、クールタイムのままやりましたが、もしかしたらラズベリーにした方が火力が出て、もうちょっと時間余して倒すことができるかもしれません。9階はこんな感じです。はい、じゃあ今回の最後10回ですね。説明見るとよくわかんなくてね、魔法の閃光は召喚獣に追加ダメージを与えるって書いてあって、それはねだからなんだっていう感じなんですけども、でその下の方がポイントかな。このボスは周期的に眠りに入って、まあ、寝て HP 回復して、でその寝る前には自分にかかってるバフ、まあ、例えば火電流とかそういったものも消しますよっていう感じですね。でちょっとこの説明には書いてないんですけども、多分ねこのボスね、デバフ解除して寝るときとか寝る前の一瞬のタイミングで体力シールド多分貼ると思うんで、まあ、その体力シールドね、見た感じそんなに耐久値が高いっていうわけではないんですが、一応まあなんか鬱陶しいなということで、こちらブラックレモネード、火電流をまあ剥がすという意味で入れてます。おすすめクッキーにパンプキンパイ、リコリス、ラテとか入ってるんですが、いまいちこの辺りがなんでおすすめされてるのかよく分かっていないんですが、まあ、とりあえずなんとなくで一応リコリス入れてみまして、あ、そうそう、もう一個ポイントとしては、これもね、また説明に入っていないんですが、これかな、この魔法の閃光とか、まあ、あと他の攻撃とかもね、ちょいちょいね、気絶を与えてくるような感じがあります。なので、その気絶が鬱陶しいので、またシュークリーマジックキーを入れて、気絶免疫を発動して、気絶をね、食らわない状態を作りつつ、敵にダメージを与えていくというような感じでやっていきます。まあ、ざっくり編成説明すると、シュークリームが気絶の免疫の役割で、ブラックレモネードが体力シールドを剥がす火電流&アタッカーの役割で、リコリスとリリーもアタッカーの役割、最後スナップドラゴンで耐久していくっていう感じですね。で宝物は巻物、時計、笛っていう感じ でリコリスとリリーを、まあ、最大のアタッカーにしていきたいので、リコリスとリリー両方とも高くなるようにラズベリーにしてます。でブラックレモネードもねラズベリーにしているんですけども、まあ、この2台の方が圧倒的に高いですね。シュークリームは、まあ、会心のままにしてて、スナップドラゴンはスキルを早く回したいということで、クールタイム入れてます。ちょっとビスケット付け替えます。ビスケットもでもね、付けるものは結構適当。まあ、とりあえずなんか付いてればいいかなぐらいでやってます。そんなに自分ビスケット一本持ってないんでね。まあまあ、こんな感じでね、適当につけていきますよと。じゃあ、戦っていきましょうか。そんなにめっちゃね、難しいっていうわけではないんですが、あんまり火力が低いと、削りきれない可能性はある。こんな感じで寝ると、結構大きくね、HP を回復するので、起きてから寝るまでの与えるダメージ。を常に敵の回復量を上回ってないと削りきれないので、そこは注意が必要かなと思います。
この編成の場合は全然余裕なので、こんな感じで10回はクリアできますよということですね。はい、ということで6から10の解説終わりました。ちょっとね、適当なところもあったし、うまく説明できないところもあったとは思うんですが、大体のクリアする編成とかね、ポイントはね、なんとなく伝わったんじゃないかなと思います。特に6回から10回で難しいのはやっぱり6回かな。6回がね、編成も結構特殊なところもあるし、基本的にこのボスが強いので、耐久も火力も両方ともね、頑張らなきゃいけないっていうところなので難しいとは思いますが、この6回をクリアすることができれば、あとはね、ポンポンポンで10回までは行きやすいかなとは思います。9回もね、ちょっと癖が強い感じはありましたが、まあとりあえず敵をね、ずっと気絶させておけば OK っていう感じなので、まあそこは頑張ってくださいっていう感じですね。はい、という感じで今回はこれで終わりたいと思います。また次はね、11回から15回のね、まだね、クリアしてないんですよね。11回から15回頑張ってクリアしてまた動画出せたらいいなと思います。ということで、皆さん、頑張りましょう。さようなら。